こんにちは、遠藤です、ブラックスクワット、今日は MP7A1 サブマシンガンですね。こいつを使っていこうと思います。 MP7 はね、移動速度は速いね。95最大値ですね。なんでこの武器で速攻で相手の懐に潜り込んでバッタバッタ敵を投げ倒していくと、そういう武器ですね。なんで大体相手ってこのなんだぶつかるところにはね、グレネードを持ってく。おっとはい、気を取り直してやっていきましょう。大体ね、つかこれちょっと時間経っちゃってるんだけど、俺だけか。これ移動打ちが強いんだよね、これ。移動しながらジャンプして打ってく。窓の外、ヘッドショット。こんな感じでね、移動しながらジャンプしたりして撃つ銃なんで、ちょっと他の武器とは違う感じだね。で、これ使ってる人がね、あんま見たことないんだけど、多分あんまいないのかな。そのせいか敵も慣れてない感じだね、この銃の対処法。まあ落ち着いてやられたらね、この銃では勝てないですね、AK とか。ジャンプしながら撃ってくる。おっと、奥にスナイパーがいるが、上に人がいるんで、多分そっちを見てたのかな。助かりました。お、スモーク耐えてくれてるんで、ラインを上げましょう。で、一気に中に入って敵を倒していく。痛い。クソ。おっと当たらねえ。クソエイムだ。だけど、クソエイムでも勝てるのが MP7。さて、リロードして突っ込んでいきましょう。まず敵は結構いるが、お、3人、2人。もう1人どこだ。いたー。早いからね、この武器。このスピードで突っ込みながら撃たれたらね、ちょっと感覚、敵からしたらうざいよね。いたね、今ね。さらっと横から撃ってくる。全滅。ちょっとね、スピードが速いからもう、バタバタ走りながら敵をなぎ倒していく様がね、ちょっと面白いね。さて、次はどうしようか。A に行こうか。とりあえず A に行こう。A に行く。右、12番見てもらえるんで、スモーク。でもね、敵もスモーク投げてんだよ。こういうところ。ほら。みんなスモーク持ってるでしょ。あ、こいつも持ってるよ。そうなんだよね。このね、速攻で突っ込んでって撃つにはメリットがあってね、敵はね、スモークとかグレネードを投げてくるんだよ。この時間帯。そういうところ、突っ込んでやるってのも楽しいね。この武器の強みでもあります。で、味方が爆弾を設置して4対3か。いけそうっすね。お、ナイス。味方ナイス。さて、じゃあ次は A、 さっき言ったし B かな。 B に突っ込んで終わりにしましょう。さあ B に行きたいんで、A のそこにはスモークを投げさせてもらう。速攻で敵出てくるでしょ。またグレネード持ってんのかな。ほら、一人やって、もう一人、お、上からも一人。いいっすね、味方の勢いがある。でもう一人これあれだね、味方が削ってるんだけど全部俺がとどめさせてるから、俺のキルになっちゃってるよ。申し訳ない。だから MVP は君たちだ。おっと、爆弾設置、ナイス。いや、面白いな、この銃。ただ、なんかガチでやる銃ではない。もう、あ、お遊び。ということでね、この、まあ、こういうのもね、たまにはやってみると面白いね。なんか、いろいろ分かって、新しい発見があっていいよ。お、階級が上がりましたね。もうちょっとでガチャが引けるか。はい、てな感じで MP7 でした。以上です。